皆さんこんばんは。ちゃんとシャーデーのサブチャンネル的な動画でございます。ひとりごとラジオ、なんて名前にしようかな。ちゃんとシャーデーのひとりごとラジオ、つまんない話しても許されるラジオ、寝言は寝ていえ。前回は満を持してアンソーシャルディスタンスについて結構たくさんお話ししたんですけれども、今日はゆるい感じでいこうと思います。ひとりごとラジオ的な動画でございます。なのでね、こう格好もバリバリの部屋着で、なんかもうめちゃくちゃ最近肌も荒れてて、光を飛ばしまくってどうにか耐え忍んでおります。え？なんかびっくりしたの。今日は画面がすごい黒いですね。今日はたまには漫画についておしゃべりしようかなと思って動画撮ってみました。私漫画はですね、本当に幼い頃から大好きでたくさん集めてたんですけれども、もう実家から出るタイミングでほぼほぼ売ってしまって、で、今住んでるところには漫画はほとんどないんですね。で、読みたくなったらネカフェに行くかゲオなんかでレンタルしたりとかして、漫画を買い集めるっていうのは本当にここ10年ぐらいずっとやってないんじゃないかな。今ドラマ化しているミステリーという流れであるじゃないですか。原作田村由美さんの、原作の方もとっても人気だと思うんですけれども、私田村由美さんだとね、セブンシーズってわかりますか？セブンシーズの方がめちゃくちゃ好きなんですよ。読んでる方いるかな。3年ぐらい前にセブンシーズを読んでみて、そっからもうドハマりして一気にわーっと読み漁ってっていうのをやったんですけれども、また最近ね、あのミステリーという流れが話題になって、あ、そういえば田村美さんのセブンシーズ大好きだったなと思い出して、最近またちょこちょこレンタルして読んだりしていますバリバリもうこんな感じですよ、レンタルゲオでレンタルしたんですけれども、印象的だった巻だけまずはちょっと借りて再読しようって思って、でこのセブンシーズなんですけど、皆さんちょっとね、もう表紙とかなくて魅力をお伝えすることができなくて申し訳ないんですけれども、気になった方はぜひ検索してみてください。表紙とか載せれたら載せておきます。見ての通りすごくちょっとと昔、一昔前のもうザ少女漫画っていう絵のタッチだと思うんですけれども、内容はバリバリの SF なんですよ。サバイバル系、ディザスター系、骨太なんですね、めちゃくちゃ。あらすじだけ、ね、紹介したいと思います。時は近未来、巨大隕石が地球に衝突し、人類を含め地上の生物は壊滅的な打撃を受けた。この最悪の事態を予測していた政府はある対策を講じていた。セブンシーズ計画、才能ある男女を選抜し5つのチームを作り、冷凍保存によって人類の種を残すというものだ。そして生き残った彼らの前には絶望的な状況が待ち受けていた。いや、少女漫画でこんな内容あります？なんでこの7、8巻が印象的だったかというと、ちょっとね、約束のネバーランドみたいなお話なんですよ、この7、8巻が。約束のネバーランドを見た時に、あれ、これセブンシーズの中でなんかちょっと似たようなストーリー出てきたなとか、元ネタはいろいろあると思うんですけれども、ちょっとね、被るところがあったりしましたね。本当にね、ハラハラしっぱなし、人めちゃくちゃ死ぬし、地球がまあ滅びてはないけれども、もう人類っていうのはほぼほぼ滅亡した後の地球ですよ。変な生物はいるし、災害は起きまくるし、そんな環境の中サバイバルしないといけないんですよね。男女数名が一度に解凍されて、そこで初めましてだったりして、でそこから問題なくこの絶望的な環境の中でうまく状況を切り抜けられると思いますか？疑心暗鬼にもなるし、黒幕はもしかすると今一緒に行動してるやつなんじゃないかって疑ったり、食べ物もままならない、女性は男性に襲われそうになったりとかね、今ある社会のモラルなんて通用しない状況なわけですよ。
そんな中で人間がどういうふうな行動を起こすのかとか、どういうふうな精神状態になってしまうのかとかっていうのがもうすっごいリアルなんですね。その中で恋愛模様であったりだとか、主人公たちの過去に謎があったりだとか、彼らはこの絶望的な状況でどこを目指せばいいのか、そういったところがもうすごくね、あの壮大なストーリーとして描かれていて、もう本当に面白いんですね。皆さんが冷凍保存されて、家族も家もない、今いる場所が日本なのかもわからない状況だったらどうしますか？何を希望に生きていくんでしょうか？冷凍保存されて地球が壊滅的な状況になった後にサバイバルしてるこの彼ら彼女らは選ばれし者なので、いろんな能力に長けているんですよ。植物に詳しいとか、風の動きを読めるとか、地政学に詳しいとか、いろんな専門知識っていうのがそれぞれ長けてたりして、あと身体能力とかね、それらを生かして協力し合いながら、まあ、時には蹴落とし合いながらっていうのもあるんですけれども、それでなんとかこう困難を切り抜けて、この政府の陰謀っていうのにもこう近づいていったり、自分たちが置かれている状況っていうのに気づいていったり、でそこから何に希望を見出してとか、どうやって生きていくんだとか、絶望的な状況を切り抜けていくっていう姿はめちゃくちゃかっこいいですね。私みたいなインド派はまず最初に死んじゃうんだろうなって思います。絶対足手まといになる自信がありますね。やっぱり日本でも災害ってあるわけじゃないですか。そんな状況に自分が置かれた時に何か役に立つ能力っていうのは身につけてたいなって思いますよね。でそういう時に音楽できる方ってすごくいいと思いません？セブンシーズの中にもすごく楽器が上手いキャラが出てくるんですよね。体力もないし、一見足手まといなんだけれども、彼らの心が疲れ果てている時にこう美しい音を奏でてくれて、歩み出す勇気を与えてくれるっていうようなこう重要な役割を担ってくれたりするので、今もライブとかは不要不急っていう風に言われてますけど、本当にそうなのかなって思いますよね。エンターテインメントだったり音楽を画面上ではなくって全身で味わうっていうのは本当に不要不急なのかなって思ったりもしますね。私も4月に一あるアーティストのライブに行く予定ができたので、めちゃくちゃ楽しみです。最近何か楽器を始めたい欲がムクムクと出てきて、楽器を買う貯金をしたいと思っています。今までちょこっとバンドやってみたりとか、あとはちっちゃい頃はピアノを習ってたりとか、ちょこちょこ楽器には触れてるんですけれども、社会人になってからも全く触らなくなっちゃったので、自分だけで完結する趣味であったり、言葉にならない感情をこう楽器にぶつけてみるとかね、自由に演奏してみるとか、そういうことができたらすごく楽しそうだなって最近は思ってて、またこんな感じで取り留めのないおしゃべりをしながら、楽器買ってみたよとか、練習してみてるよとか、動画で出せたらなと思っております。今日はすごい緩い感じだったんですけど、前回は読書感想動画載せてたり、本にまつわるお話を割とがっつり喋っていたりするので、他の動画もよければご覧ください。ではまたお会いしましょう。